はい、こんにちは、綿菓子です。今回はバイナリーオプションで、勝率が伸び悩んでいる初心者の方に、ロウソク足の基本と、見方について説明していきたいと思います。私もバイナリーオプション始めたての頃はロウソク足というのが必要ないと思っていて、全く意識していませんでした。やっぱり、その時は勝ったり負けたりと成績が安定しなかったんですね。それから、ロウソク足を意識するようになってから勝率がぐんぐんと、右肩上がりで、伸びるようになりました。バイナリーオプションで勝っている、私含め、プロトレーダーたちというのは必ずロウソク足を見ています。このロウソク足を理解することができれば、今後のトレードにおいて安定した立ち回りができると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではちょっとチャートが隠れてしまいますので顔は消します。はい、ではまずロウソク足とは一体何なのかということを説明しますと、ロウソク足とは一定時間の中での価格変動を示したもので、形がロウソクに似ていることからロウソク足と呼ばれていますね。こちら一つ一つがロウソク足ということですね。はい、ロウソク足には陽線と陰線の2種類があります。陽線はロウソク足が切り替わった始まりの時間より価格が上がったことを示し、陰線は逆に最初より価格が下がったことを示します。チャートはこの2種類のロウソク足によって作られています。でまた、ロウソク足は実体と呼ばれる太い部分、こちらですね、太い部分と、ヒゲと呼ばれる線状のパーツ、この2つで成り立っています。状況によってヒゲの部分はついていないこともありますが、どちらも価格の変動を表す重要なパーツとなります。それではね、一つずつ簡単に説明していきたいと思います。はい、まずじゃあこちら、始め値、そしてこちら終わり値ですが、こちらの意味は、そのロウソク足の最初についた価格のことで、こちらが、終わり値がそのロウソク足の最後についた価格のことを言います。はい、じゃあ次に安値と、高値についてですが、そのロウソク足の中で最も安くなった時の価格が安値、そのロウソク足の中で最も高くなった時の価格が高値と言います。で実態ですが、ロウソク足が始まった時の価格と最終的な株価の長さを示すものですね。で下ヒゲと上ヒゲ、こちらはロウソク足の中で最も安くなったポイント、それから最も高くなったポイントのことを言います。はい、では次に、ロウソク足の種類から予測する、こちらですね、種類は、はい、こちらから予測する相場のパターンを簡単に説明したいと思います。じゃあまずこちら、実体のみでヒゲがついてないパターンですね。こちらは丸坊主と呼ばれていて、上昇の勢いが強く今後も上がる傾向にあると予測することができます。左下のチャートを見てもらえば、一つだけ今、カーソルが当たっているところですね。これが、丸坊主で、こちらから上昇トレンド、右肩上がりに伸びているのがわかるかと思います。はい、あとですね、陽線は、下ヒゲが伸びているパターンの場合はまだ上昇の波にいることを表します。はい、で逆に、陰線の場合は、上にヒゲが伸びている場合はこれから下降していくということが考えられます。はい、でこちら小休止、まあ、小陽線、小陰線といって形が駒に似ていることから駒と呼ばれるんですが、これが出ているときは、相場が
横ばいになっていますので、今後どちらの動きになるか様子を見る必要があります。このように複雑で難しく見えるチャートも、知識や経験をつけていくと面白いほど勝率が上がります。最初はスローペースでもいいので、上昇トレーダーになるために少しずつ知識をつけていきましょう。はい、最後まで動画を見ていただきましてありがとうございます。私綿菓子は LINE アットもやっておりまして、パチンコスロットなどのギャンブル、それからバイナリーオプション FX といった投資の必勝法を配信しておりますので、ぜひ友達追加もよろしくお願いします。LINE 友達追加の方法ですが、画面右側にある QR コードを読み込んでいただくか、LINE アプリの ID 検索にてwata777と入力していただくか、もしくは動画下の概要欄に記載してある友達追加リンクをクリックしていただくか、この3つのどれかとなります。 LINE アプリの ID 検索をする際はアットマークを抜かしてしまいますと違う方が出てきてしまいますので、ご注意してください。というわけで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画がためになったらグッドボタン、それから YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。